皆さん、こんにちは。日本語能力試験 N2 文法対策の時間です。今日は引き続き第一週の5日目です。大家好，这里是新日语能力考试二级语法课程。今天我们继续第一周的学习。第五天。やめられないことはない。也不是戒不掉。飲まずにはいられない。やめられないことはない。忍不住想喝。也不是戒不掉。さて、5日目の文法項目の一つ目、食べないことはないというのを見ましょう。首先、我们来看今天的第一个语法要点、食べないことはない。食べないことはないがあまり好きじゃない。食べると言ってもいいが、倒不是不吃、只是不太喜欢。ないことはないというのは、これは、いわゆる二重否定です。二重否定というのは、否定を二重にする、否定を二つ重ねることです。つまり、肯定的な表現になりますね。哲学上の難しい言い方で言うと、否定の否定というのがあるんです。ないことはない。在这里是一种双重否定的表达方法。在哲学上也有否定之否定这样的说法。句子的含义仍然是肯定的。続きまして、その接続なんですが、主に形容詞、動詞の内形の後につきます。ないことはない这个句型、主要接续在形容词、动词的否定形式之后。有时也接续在动词的可能态的否定形式之后。られないことはないとなります。因此、也有られないことはない这样的表达方法。さて、その次の例文を見ましょう。好、我们再看下面一个例句。お酒やタバコをやめるのは難しいが、やめられないことはない。戒烟戒酒都很困難。但也不是戒不了。つまり、やめることはやはり可能であるという意味ですね。通过双重否定、表达了一种肯定、积极的含义。では皆さん、一緒に例文を見ましょう。那好、我们再来看下面的例句。英語は話せないことはないが苦手です。英語也不是不会说、只是不太擅長。では、その次です。行きたくないことはないが、忙しくて時間がないです。并不是不想去、只是因为忙、没时间。さて皆さん、ないことはないという文型を身につけたでしょう。では、早速、その次の、覚えられないこともないという文型を見ましょう。好、下面我们来看第二个、覚えられないこともない、这个句型。皆さんも一見してわかるように、この、ないこともないという文型は、この前のないことはないとほぼ同じです。大家可能也发现了、ないこともない这个句型和ないことはない几乎相同。確かに、ないこともないという文型は、この前のないことはないという文型を強めた言い方です。可以说、与ないことはない这个句型相比、ないこともない这样的说法使语气进一步强化。系助词も在这里充分发挥了它的作用。总体而言，这两个句型之间没有什么根本性的区别。它们的接续方法也完全一样。好，下面我们来看课本上的例句。毎日漢字を4つか5つなら覚えられないこともない。つまり、覚えられるかもしれない。可能、能够记住。如果每天、只去学习、四五个汉字、那、也不是记不住。可以记住。はい、その次です。この会社を辞める人の気持ちが、わからないこともない。わからないこともないというのは、わかるように思う。わかるかもしれない。可以理解。
我不是不了解从这家公司辞职了的人的心情，我可以理解他们。こういう意味になりますね。では皆さん、次の例文を見ましょう。好，我们来看下面的句子。難しい問題だが、よく考えるとわからないこともない。有難度，但好好考虑的话，还是会搞懂的。ではその次です。歓迎会のスピーチのことですが、田中さんなら引き受けないこともないじゃないですか。さて皆さん、この文の意味わかりましたか？田中应该会同意在欢迎宴会上讲话的。それから次の文ですが、場合によっては実現できないこともないが、かなり難しいだろう。この文も前の文と同じように否定を重ねていますね。看情况，有可能会实现，但有相当的难度。そして最後になりますが、どうしても貸してくれと言われれば貸さないこともないが、できればお金は貸したくない。ちょっと難しい文でしょう。这个句子可能稍有一点难度。如果有人对我说，无论如何，请一定要借给我钱的话，我也不是不借，但是呢，最好是不想借出去。どうしても貸してくれ，请一定要借给我。言われれば，这是五段动词言う的被动态，言われる再变为假定型。如果对我说的话，如果我被要求的话，貸さないこともないが，并不是不借，可以借。貸すかもしれないが，可能借的。できればお金は貸したくない，但是如果可能的话，还是别借的好。はい、どうですか、皆さん。この文の意味をちゃんと把握できましたか？さて、次の言わないではいられないという文法項目、そしてその次の飲まずにはいられないという文型を見ましょう。好、下面我们来看第三和第四个句型。ないではいられない和ずにはいられない。ないではいられないと、図にはいられないという文型はですね、その使い方も意味合いも全く同じです。这两个句型的用法和含义完全一样。ただ、図にはいられないというのは硬い表現になります。但是、図にはいられない是一种比较书面正式的表达方法。では、その接続についてちょっとお話ししましょう。好、下面我们来看看这两个句型的接续方法有什么不同。ないではいられないというのは動詞の未然形の後につきます。ないではいられない这个句型接续在动词的未然形之后。而ずにはいられない这个句型同样接续在动词的未然形之后是完全一样的。ただし、左辺動詞の場合はせずにはいられないと言います。当然、在接续左辺动词する的时候、未然形不再是し、而是せ。つまり、しずじゃなくて、せずになりますね。日语里面没有しず这样的说法。在这里、应该使用せず。ちなみに、ずという、言葉についてですが、顺便说一下，ず这个词实际上是否定助动词ぬ的连用型。ずというのは打ち消し助動詞ぬの連用形です。另外，いられない这个结构正是动词いる的可能态的否定形式，不能再持续下去了，表示这样的意思。さて、例文を一緒に見ましょう。態度の悪い店員に一言文句を言わないではいられなかった。店員の態度が悪いから文句を言いたい。あるいは文句を言うことをやめられない。禁じ得ないという意味です。也就是说、控制不了自己。忍不住、禁不住。对于態度不好的店員、我忍不住要提意見。どうですか、皆さん。ではその次です。工事の音がうるさくて耳を塞がないではいられない。あまりにも騒音がうるさいんですから耳を塞ぐことをやめられない
という意味になります。外面施工的声音噪音非常吵，忍不住要把耳朵堵起来。では、23ページに書いてある例文を見ましょう。職場で嫌なことがあると酒を飲まずにはいられない。これはちょっと硬い表現ですが、それをではいられないに言い換えれば、職場で嫌なことがあると酒を飲まないではいられないになります。这个句子我们同样可以把它改写成ないではいられない。飲まずにはいられない。也就是飲まないではいられない。飲むことをやめられない。飲みたい。工作中、有了不高兴的事、忍不住要喝点酒。そして、あの映画を見たら、誰でも感動せずにはいられないだろう。感動することを止められない。という意味になります。もちろん、感動しないではいられない。とも言えますね。当然、我们也可以把它改写为、感動しないではいられない。早速、練習の時間に入ります。練習1です。1. 試験の前だから、勉強しないではいられません。正解は B ですね。第一题、正確答案是 B。しないではいられない。这是一个三变动词，勉強する。我们在接续之和ない的时候，形式是不一样的。しない、せず。句词可以判断正确答案是 B。第二题。テレビは見ないことはないが、一日に一時間ぐらいだ。ないことはない。这是我们刚刚学过的句型。电视不是不看，但是每天只看一个小时左右。正解は B です。それから3番です。肉はあまり好きではないが、食べないこともない。正解は A ですね。正確答案是 A。肉呢、不是特别喜欢、但也不是不吃。ないこともない。4番、おかしくて笑わずにはいられない。正しい答えは B ですね。正確答案是 B。笑わずにはいられない。忍不住笑了。5番、行きたくないが、行こうと思えば、行けないこともない。正しい答えは B です。正確答案是 B。不是很想去。但是、如果要去的话呢、也不是不行。行けないこともない、可以去。次は練習2です。6番、たくさんは無理だが、1日に4つなら、覚えられないこともない。太多了呢、是不行的。但是、要是一天只有4个、应该能够记住，并不是记不住。覚えられないこともないという使い方ですね。そして最後になりますが、7番です。そんなことを聞いては失礼かとも思ったが、どうしても聞かずにはいられなかった。问那件事情，我也知道可能不礼貌，但是呢，还是忍不住想问一下。通过ずにはいられない这个句型的记忆，我们可以轻松的。把一、三、四三个选项连接起来。聞かずにはいられなかった。并且在聞かず的前面加上どうしても进行修饰。じゃあ、5日目の内容はここまでにします。